ルパン、なぜ鍵を持ってこなかった？申し訳ございません。すべてはあの猫王のせいです。言い訳は聞かん。あう。本当の負け犬だな。何？誰だ？せっかく2匹の子猫を人質にしたのにな。トビン、お前か。やはり封印の鍵を奪うのは私しかいないな。確かにその通りだな。お待ちを。もう一度チャンスをください。そうか、ではもう一回やってみよう。はっ。今度こそ封印の鍵を手に入れよう。さて、どうしたものかな。みんな無事だったからパーティーでお祝いしよう。ふざけないで。シャオリンが鍵を取り替えてなかったら猫王国の平和はなかったかもしれないんですよ。まあみんなまず落ち着いて、王様のお話を聞いて今後の動きを考えよう。そうだな。ん？ランチはラーメンでどうかな。それで悩んでたの？まあまあ、お腹が空いたまま悩んでもしょうがないよ。じゃあみんなランチにしようか。王様はああおっしゃったけど、私たちは野犬族がどうやって町に入ったのかを調べましょう。うん、着いた。ここですね。宝物庫に来るのは初めてだね。すごい扉。僕らだけで掃除できるかな。大雄秘書は徹底的に掃除することで確認できるって言ってました。まあ頑張りましょう。それにしてもいろいろと不思議な宝物が置いてあるみたいですよ。本当？絶滅した蛍光植物や古代の陶器、幻獣の角とか、あとは宝物庫には猫神様が王様にくださった伝説の武器も置かれています。つまり王様が当時使っていた。ここに伝説の武器があるの？うん、もう喋らないからあとは直接見て。あれ？うわ！しゅうちゃん。何？先に掃除をしなくてもいいの？ランミョン、何言ってるの？掃除も大事だけど、楽しむことが一番の座右の銘だ。だから、草むしりとかは後でやればいい。あなたたち、にゃー、さっさと草むしりに行きなさい。痛い、わかったよ。みんな一生懸命掃除してるね。あ、ご苦労さん。ありがとうございます。シャオム、片付け終わったかな。バカ、シャオリンのバカ、シャオムのバカ、私の勝ち。舌を噛んでシャオムはバカの中のバカよ。痛い。シャオリンのバカ。何言ってるの。シャオムーがバカなのに。違う、バカはあなたよ、シャオリンよ。バカ。一体何を騒いでるんだ。君たち仲良く片付けるべきじゃないのか。シャオリンが私の大切なものを捨てるって言ったからです。シャオムーが私のコレクションをゴミって言ったの。じゃあ二人とも捨てたくないものを見せてごらん。私が先。まずこれです。はい。これはなんだ。初めて王様をつまずかせたロープです。これはいたずらに使う地獄の辛さ味噌です。で、これは桜村の村長に落書きをして撮った写真です。平和を満たすものはすべて処分しよう。やめてよ、バカ国王。次はシャオムの番だよ。はい。これが私の宝物です。これは何だろう。初めてお父様からいただいたキャンディーの包みです。これはお父様とお母様と一緒にピクニックした時に使ったお皿です。この小さな封筒は
これは…わっ、これはね、実はかなり前にお父様が落としたおひげなんです。シャオムー、こんな昔のものまで取っておいたなんて、僕感動した。ちょっと待ってよ、そんなのずるい。とにかく思い出は大切だけど、毎日きちんと整理しないと部屋は散らかすだけだ。はい。次はどこに行こうかな。そうだ、イラとライルの掃除を見に行こう。宝物庫に来るのは久しぶりだな。うわっ、この埃なんだ。うわっ、埃の化け物。違う、イラとライルだ。王様、不思議な遺跡を発見しました。もう少し頑張れば古代の化石が発掘できるかも。うわ、来ないで、近づかないで。はあ、やっと新鮮な空気が吸えるようになった。うわ、ここは王宮庭園なのか。災いでも起こったのか。シュウとランミョンはどこへ行った。うわ、どいてどいて。熊本が作った草刈り機が暴走しました。どれどれ、骨折と外傷が多数。うっかり走ってしまいまして。しゅうちゃんたら説明書も読まずに乗ったから。君たち、機械を操作する前にマニュアル読まないとダメだよ。はい。本当に疲れた。明日はうまくいくといいな。調べはついたか。私が見る限り、この猫たちは一見掃除をしているが、実は鍵を隠そうとしていると思います。よし、野犬族の名にかけ鍵を見つけてみせるぞ。おお。うわぁ、この埃はなんだ。まずはここをきれいにしないと鍵が見つからないぞ。散らかった部屋をこんなに綺麗に片付けたっていうのに、鍵が見つからないなんて。他の奴らはもう見つけたのかな。兄貴もファノーも言っちゃった。俺はどこを探せばいいのかな。ところでこの庭は散らかしすぎでしょ。もしかして鍵を隠すためにわざと散らかしたのか。よし、鍵を見つけてみせる。昨日は掃除に失敗したけど、今日こそ掃除を終えますよ。おぉ。あれ、これ私の部屋。とても不思議だね、ランミョ。そうだね。朝起きたら、綺麗に庭が片付けられてるなんて。お前たち、まだ鍵を見つけてないのか。話を聞いてください。私たちは庭や宝物庫やお姫様のお部屋まで掃除したけれど。お前たち、バカ者だ。さあ
送しております、カンノです。この番組は胸キュンフェスに出演したメンズアイドルを独自の視点で格付けを行い、1代目メンズアイドルナンバーワンを決定する番組です。その独自の視点で評価をしていただくお二人を紹介しましょう。皆さんおはようございます。僕たちは食べさせてチェリーパーティーです。はい、ピーウィーです。はい、シザックスです。お願いします。では今回の胸キュンフェス11月5日に出演してくれたグループについて全体の印象をお聞きしましょう。あの一番最初にパフォーマンスしてくれたアクセラ、うん、アクセラさんたち、はい、YouTuber のフィーデみたいって書いてましたなんか全体的になんか雰囲気でアイドルをやってる人たちが多いなって感じして、確かにお客さん目の前にいるのに、え、空気にライブしてんのみたいなとかも結構あったんで、ちゃんとお客さんの目を見てライブしないとちょっと今後が心配じゃない、大丈夫っていう感じのは結構ありましたね。今回行われた胸キュンフェスの中から食べさせてチェリーパーティーさんが独自の視点で格付けを行った上位3位までのチームをお伝えいたしましょう。第3位はブレイスモーなんかアーティスティックで、ね、なんか格好もみんななんかスーツみたいな感じで、うん、大人の雰囲気があって、すごい結構新グループらしいんですけど、うん、なそうだろうか、生きるのは楽しくないけど死にたいわけでもないみたいな、あー共感しちゃった、そう孤独をなんで私のことを見てるのってすごく思いましたそしてもう一つの第3位はトーみんな俳優さんだったみたいな、だからすごいなんかコントとかもなんかトークとかも上手いですし、ただやっぱちょっとビジュアルがね、ちょっとアイドルっぽくないんだよね。確かに女の子が好きなアイドルのこう偶像っていうかあるもんね、うん、そして第2位はバイフラワー、あの6人組ですごくね、あの白基調にカラフルなその品衣装を着てて、うん、ザ・アイドルだなって感じました。だからラオウくんって子がいるんだけど、紫の、うん、僕たち楽屋にいた時になんかお久しぶりですみたいな声かけられて、うん、全然、誰みたいな感じだったんですけどそう、なんか実は1回なんか飲んだことありますみたいに言われて、はいはい、あ、そうだ覚えてるって言ったけど実際何にも覚えてません、ごめんね、また飲もうね。今回の胸キュンフェス第1位はサウンドカット、あの技術的な面で言ったらもう圧倒的1位でしたね。ただなんか毎回顔面偏差値でシダックスが1点をつける人がいてそうあのね、あの韓流の方がちょっと苦手で独自の審査なのでそこはね、うん、お目に見ていただいて、はい、ただこう歌だけだと思ったらダンスもすごい上手くて、ね、僕7点つけてるんですけど、すごい見応えのあるライブでした。はい、じゃあ僕はですね、ヤドハラのゆうたくんです、うん、赤ちゃん赤ちゃんパフォーマンス中の表情も良くて、うん、なんかもう育てたいって感じです該当者なしでした、あのシダックスはムキムキの人力車男子とかが好きだってキャスティングどうなってんの、あこんなんだったらね、毎週今週の松岡さん、カメラマンの松岡さんのコーナーの方がマジだよね、じゃあちょっとキャスティングの方ムキムキよろしくお願いします。よろしくお願いします。では現在まで出演してくれた全体のイケボードチャートを見てみましょう。全体のイケボードチャートは随時更新されていきます。推しのグループが何になるのかお楽しみに。以上、メンズアイドル格付けランキングでした。またお会いしましょう。バイバイ。ドルアニライブは七瀬ゆか生誕祭でした。リビリジの相方のニコちゃんと末永く幸せに暮らせることを願っています。素敵な一年にしてください。日向愛美より。わあ、ありがとう。はい、ゆかちゃんさ、うん、狼好きでしょ。あ、好き。そう、狼好きだから、うん、狼といえばウサギかなって思って、うん、え、なん、え、違う、食べられる方になってくれたの。食べたい側だけど、食べたいんだ、食べたい側だけど、まあ一応形ね。あ、そっか、うさぎにね、と、うん、あの、あ、ちょっと手紙っていうかカードみたいになっちゃってるんですけど、ありがとう。今見てもいいですか。はい、なんだろう、かわいい。え、これは手書き。はい手書き。すごいゆかちゃん、お誕生日おめでとう。初めて出会ってから1年半くらいが経ったね。いろんな企画を一緒にやって徐々にゆかちゃんと仲良くなれてすごく嬉しく思ってます。
なんだ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 、ね、可愛くないですか、ゆかちゃんっぽい。可愛い、可愛いすぎる。紫とピンクと青の、あ、お花がね、ゆかちゃんね、苦手。いやでもこれは可愛い。そうそう、なんでちょっとあのぬいぐるみのお花なんですよ。ぬいぐるみの花束っていう、最初は本当に私がねえねえ隣座っていいみたいな、タイから来たんだ今日みたいな感じで、ゆうちゃんがあ、はいはいどうぞみたいなね感じだったんだけど、はい、そうでしたね、ね、はい、だけどなんか仲良くなっていくにつれてね、うん、ゆうちゃんもすごいもうオーラが漂ってて、まあ、一緒にねユニットを組んだらどうなってしまうのかなってちょっと楽しみにしてた部分があったので。令和琴姫が新曲を発表したよ。それでは聴いてください、君様は愛してる。